対戦相手のハム・ソヒ選手なんですけど、はい、韓国の選手ということで、はい、ライジンは初出場、はい、でディープジュエルスではむしろ先輩チャンピオンというか、そうですね、ポジションとしては確か 2代、その時はフェザー級っていう名前だったんですけど、はい、今でいうアトム級チャンピオンでしたね、うん、で私がデビューした時もうすでに最前線で戦っていて、でも年齢1個ぐらいでそんなに、はい、そうです ね年齢は差はないんですけども、うん、成績でいうとまあ大先輩、本当に最前線で戦われてて、で私が東京に出てきた年に UFC ファイターとして試合のデビューをされてましたね、うんうん、あすごい舞台で戦ってて、まあ、まさかね今思うとその選手と試合ができるところまで自分が来れることも考えてなかったし、その舞台が用意されることも本当に夢の夢というか、なんかこのまま正直ライジンの舞台に上がれないで終わっちゃうのかなっていうふうにも思ってたんで、こんな風にチャンスが巡ってくるっていうのは本当にありがたい話で、周りの方の尽力かなっていうふうに思いますね。あのじゃあ今まであんまりこの人と対戦するかもなみたいなイメージはなかった方ってことですか？そうです、まあ、ゼロではないです。もちろん同じ階級なので、あと私もロード FC に出たことがあって、うん、ハムソヒ選手はロード FC のチャンピオンとして、あのユフレイ選手をワンパン KO した時に私現地にいて、実は、うん、韓国にいて、うん、まあアトム級でやっていく中 で世界を意識していく中で意識していなくはなかったですね、うん、ただ実現するかっていうのはちょっとこればっかりは本当に巡り合わせというかタイミングもあるんで、この舞台でこのタイミングでっていうのは正直ちょっと想像はしてなかったですけど、はい、今度のハムソヒさんのイメージなんですけど、はい、一応韓国系で打撃系ということだと、はい、パク・ジョンさんに近いですか？はいはい、そうですね、パク・ジョンさんも、ロード FC でハム・ソヒさんとやってますし、まあ、判定で確か負けちゃったのかな、うん、パクさんが、パクさんが負けました、うん、で、ハムちゃんが勝ちました。ハムちゃんが勝って、そうですね、まあ、今までそう通算韓国人には負けたことないんですよ ね私そうデビューして最初日本人、2回目日本人、3回目日本人、立て続けに負けて、うん、3連敗です。3連敗そうで、もう嫌だってなって練習サボって、でももう一回話をもらって、それが韓国人だったんですよね、うん、韓国の方で、でもう一回じゃあやろうって練習して、で4戦目でやっと勝てて、でそこからまたジュエルスに出て勝てるようになってっていうことがあったんで、まあ何の因果かまた韓国の方と試合をすることができるんで、まあ独特なところってあるんですか？そう、気が強いとか。気持ちやっぱそうですね、強いと思いますね。なんか多分 MMA 好きな人ならなんか印象あると思うんですけど、タフなイメージが。そうですね、もう何が何でも勝つというか、うん、まあ結構図式としてはストライカー対グラップラーという分類になってよろしいですかね。はい、はい、そう言われてますし、うん、確かなんかライジンのポスターかなんかでも、うん、なんか数字化して今までの成績とか、はい、サブミッションとか、はい、なった時にストライカー VS グラップラーって書いてましたね、うん、これも本人の前でちょっと言いづらいですけど、はい、あの評価的にはやっぱりハムソヒさん有利説が、そうですね、うん、流れてる中で、はい、どうでしょう、その下馬評をしたっていうところが。そうですね、いや今までもそうだったんで私あの結構下に見られるの多いんで、それはもう最近は慣れたというか逆に見られてくれてた方があの気持ち的には楽だし、それを
ひっくり返すのが楽しみですよね、うん、その時におーってなるみんなの顔が見たいし、そう、あ、意外と強いんだみたいなあれ普通に見えるけどとか、うん、おちっちゃいのにとか、あれお腹割れてないけど強いんだとかなんか普通なのが勝つのが面白くないですか、うん、まあそこら辺にいそうなのに強いよっていうのがまあ良さかなとも最近思うんで、うん、一応、はい、雷神出場っていうのが一つの目標の中で、はい、達成はまあすることになるわけですけど、はい、その中でじゃあどう、本当の意味で言うと雷神で活躍することが目標じゃないですか。そうですね、うん、まあ今までは例えば浜崎さんとか全然、うんまあ、向こうから見ても眼中になかっただろうし、うん、私も雲の上の存在すぎて、なんか前に浜崎さんが誰か私に喧嘩売りなよみたいな、日本人の誰かが私がいるでしょっていうのを確かツイッターか何かでつぶやいたんですよね。でも私は手は上げれなかった、恐れ多くて、やっぱり強いの知ってるし怖いしまあ今でも強いし怖いしっていうのは変わらないんですけど、うん、おそれ話の流れからするとゆうゆうちゃん私だみたいなね、なんかそれも面白いんじゃないかなと思ったり、あ雷神で上がって浜崎さんと戦えたら自分が世界で一番っていうのは証明できるのかなっていう、まあ、できるだけ道は近い方がいいかなとも思いますし、まあ、こんなに美味しい話はないと言いますか、いやもちろん勝たなきゃですけど、わざわざ海外に行って地道にではなくて世界で一番に喧嘩を売れるというチャンスが目の前にある。そのランキング的なお話で言うと、はい、浜崎さんも結構前からもう割とずっと、はい、シャードックっていう、はい、格闘技サイトのランキングで1位、世界ランク1位ですよね、はい、で今現在だとハムソヒさん、つまり今度の対戦相手の方が、はい、ランキング2位でいらっしゃる、はい、世界2位ということで、はい、で前澤さん自体は、はい、最高9位とか8位とかそれぐらいまで行かれる。そうです、7位が最高で、でこの間10位、あれ7位が最高だったかな、7だった気がするんですけど、ちょっとそれ調べてください。まあまあそれぐらいってことですね。まあハムソイ選手と試合した後の結果では私にもその権利があるんじゃないかなというふうに思うんで、そうですね、打倒浜崎とか首を狙うとかこういう風なね、絵的にはそういうのが面白いでしょうけどなんか、はい、そういう首を洗ってなんかほらそういうことすると、はい、絶対世の中のお母さんって自分の娘を女子格闘家にしたくなさそうじゃないですか。ほらやっぱり野蛮な職業なのよダメよってなっちゃう。あ私は、うん、今そのベルトを持ってて、はい、責任のある立場、いや責任ある立場というんじゃなくて私個人的な話として仕事として認められたいんですよね、はいはい、ってことは目指す人が増えてほしい、うん、ってことはもう少し入り口が広くあってほしいし、うん、どんな人でも目指せる世界であってほしい、だから勝ち気じゃなきゃダメだとか、うん、体が大きくなきゃダメだとかそういうカテゴリー一切なく、挑発がうまくないか、そうなく、まあもちろんね、立場が作られていけばもちろんそういうのも大事なんですけど、もっとなんか広がってほしいんで、仕事として成功例になりたいので、うん、まあそういうなんかみたいなのももちろん、それももちろん成功例だし、そうね、マンカチとかね、そういうキャラクターももちろん成功例なんですけど、私はなんかできたらなんか面白くてみたいな、なんか話すと楽しくてみたいな、でも試合をするともうスイッチがピリッと変わるような選手だよねっていう風に広まりたいのと、あとは何でしょうね、うん、やっぱり仕事として認められるってこと、これでお金を稼いでいきたい
まあ、それはそう。そう、生きていきたい。生きられる、うん、なんか不安がある職業にみんな進まないじゃないですか。それはそうです。賭けごとにみんなそんなギャンブルできない、はい、私はまあ例えば青森から出てくる時に仕事を辞めてっていう風に上京してきたわけなんですけど、うん、じゃあいろんなもの諦めてそれを手に入れて一人なのとか辛いねとか思われるんじゃなくて、私今胸を張っていや楽しいですよ、幸せですよ、格闘技やっててっていう風に、うん、笑ってたいというか、絶対楽しい職業の方がみんな目指してくれるじゃないですか。だからそういう感じでいきたいですね。なんで、はい、なんか今までにないホワファイターでいきたいですね。今までその求められてサインってどれぐらい返ってきました？前ほらあの試合会場入る時とかサインくださいってあったじゃないですか。ああいうの。50ぐらい。でも数えられるぐらいってことはまだまだ私の知名度があれ。こっからでしょ。こっからかな。地上波出るから。ちょっと待って、マジ練習する。元はこのジムのアルファのシャツですよね。はい、うん。視聴者プレゼントということで。うん、あ、これがチョモ。あ、いいですね。ノール。ディープジュエルスとか書きますか？うん、じゃあ書きましょうか。はい。審査員第1号ですね。はい。自分でありがとうございます。自分でチャンピオンって書いちゃった。いやいや、チャンピオンだし。私その4戦目の時に、うんうん、韓国のその試合の方に噛まれました。ほっぱとも噛まれて。え、大丈夫だったんですか？いや、めっちゃ腫れ上がりましたね。それはそうでしょうね。もうそうまでしてやっぱ勝ちたい、負けたくないわけです。私が腕十字取った時だったんですけど。ああ、そうかもしれないですね。そう、伸ばすっていうその瞬間にガブって噛まれて、で私もでも離すわけにいかないんで、カッてやったんですけど、まあ、結構私が伸ばして、でもすもうあのマウスピースしてるじゃないですか。マウスピースしてるんで本当にしっかり歯型がつくぐらい本気で噛まれて、まあ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 それは置いといて、あの本当にハートが強い選手だなと思うし。まあ、もちろん技術もあると思うし、トップクラスの技術すごいでしょ。思いますね。今気持ちだったら私だって負けないと思うし。噛みつきますか？いや、私は技術で。